あの急なんですけど Z 世代あるあるみたいな記事を見つけましてね。電話としてスマホはほとんど使ってないって書いてあったんですけど、これ本当ですか？うちらの時っていうのはウィルコムっつうのがあってな、細いのよ、フリスクの延長線みたいな。で最初は10分間通話無料なんですよ。だから10分経つから1回切るねみたいな、そういう会話があったんですよ。でその記事のランキングの1位がスマホをトイレに持っていくって書いてあったんですけど、これ Z 世代関係あるか？やましい男はみんな持っていくやろ。でも逆に若い子でスマホとか全く興味ないですっていう子、僕まだ会ったことないんですよね。ちょっと皆さん Z 世代あるあるあったら教えてください。ちなみに95年生まれっていうのはゆとり世代ど真ん中とかね言われてるんですけど、意外とゆとられたから甘えた思考を持ってるみたいな人一人も見たことないんですけど、これ共感できる人おる？全国の特別さんこんばんは、深夜の放送部ことタックです、よろしくお願いします。さあ今日ですがリスニーからこんなディムでした。タックさんこんばんは、シャーシュ。最近昔上げていた昭和の常識の動画見ました、あだす。私はいわゆる Z 世代と呼ばれてるものなんですが、自分たちとは全く違って驚きました。よかったら Z 世代バージョンの動画も作ってくださいということで、こちらリクエスト、あーらすっす。今日はその Z 世代バージョンということでいろいろと調べてきました。では早速なんですが、まずこの Z 世代という言葉ね、今よく目にするんですけど、厳密に何歳から何歳までの方が該当するのか、またそもそもこの Z 世代って何なのかというところなんですけど、 Z 世代はですね、一般的に言われるのが1996年から2010年代序盤、これも一般的には2012年、このまでの間に生まれた世代のことを指すそうです。今だと13歳から28歳の世代が該当するんですけど、僕生まれが95年なんでギリギリ Z 世代じゃないんですよ。 Z 世代と一緒に学校行ってた記憶もないんですよね。もうちょっと先な気はしますけどね。でこの語源としてはですね、実はアメリカ、もともとは消費者層の異なる各世代を区分するために作られたマーケティング用語でして、それで言うと1965年から1980年生まれの人のことをジェネレーション X、 和訳すると X 世代と呼び始めたのが始まりとされています。ちょうど Z 世代の方のご両親にあたる世代と思うんですけど、この X 世代の特徴としては、いろんなものがアナログからデジタルに切り替わった時代を経験してて、特にテレビの爆発的な普及に伴って、とにかく娯楽への関心が高まった世代だと言われています。大人になってもゲーム、コミック、音楽を好むとかね、子供心が心に残ったユニークな世代と言われています。あと日本では白け世代と呼ばれることもあって、戦後の学生運動とか高度経済成長期を抜けた反動なのか、政治経済が安定したバブル世代も重なって、一般的には政治的関心が低いと言われています。他にも個人主義で独立心が強い、成人後にデジタル技術が発展したため適応力が高い、物理的な豊かさに重きを置くなんて言われています。次にアルファベット順で Y 世代、これは1981年から1995年の間に生まれた世代です。厳密な定義はないんですけど、この世代のことをミレニアル世代と呼ぶこともあります。僕はギリギリここに該当してます。でこの Y 世代の特徴としては、インターネットの普及がちょうど飛躍したデジタルネイティブ世代ということもあって、 IT リテラシーが高い、 SNS を情報源にする方も多くいます。またその影響もあって、個性や多様性を重視する傾向にあったりとか、後半だとゆとり教育を受けていた世代でもあってね、物欲が比較的に低い、他人と何かを共有するという消費行動を好むという傾向にあります。また教育や社会問題に対する関心が高くて、自分の意見を発信する方が多いと言われていますね。また他にも複数の媒体を用いて情報収集するのが得意、これ僕ですね。仕事では社会的な意義や影響を重視する傾向がある、これ僕ですね。ライフワークバランスを重視し、物への執着心が低い、これ僕ですね。チンフェ、僕ですね。おいおいおいとか言うとりますけど、ちなみに僕と同じ1995年生まれの人はですね、唯一小学校から高校までずっとゆとり教育を受けていた、これスーパーゆとり世代って言うんですけどね、スーパーゆとられてます、ありがとうございます。じゃあ最後に Z 世代ですね、これ該当する年齢は先ほど話した通りで、まず一番の特徴として、物心がつく頃にはもうすでにスマホ SNS が普及していたスマホネイティブ世代であるということ、後ほど詳しく説明するんですけど、これは価値観を形成する上でかなり影響を与えていると思われています。あと脱ゆとり世代と呼ばれることもあるんですけど、実際のところ社会貢献、多様性、環境を大切にみたいな教育はゆとり世代と同様にしっかりと受けていて、その影響もあって人との和や安定、社会秩序や維持を重んじる傾向にあると言われてますね。案外保守的です。また生まれた時から超少子高齢社会の問題に直面しているということがあって、実は将来に関する悲観的な考えを持っている方の割合が他の世代よりも多いと言われています。ただ実際 Z 世代って今の日本の人口の 13% にも満たないんですよね。で以前出した昭和の動画では、昭和の頃は今と比べると秩序はなかったけど、より良い社会にしようというね、将来への希望に満ち溢れていたんじゃないかみたいな話をしたと思うんですけど、そういう観点だけ見ると Z 世代はまさにその真逆だということですね。ただもちろんこれは良い方向に働いてる面もあると思います。今の若い子が見てると、僕らが同じ年だった頃よりも明らかに現実的っていうか、考えが大人びてるなって感じますよね。あと消費の観点で見ると、失敗したくないっていうね、保守的な意志がすごく強く働いて、物を買うときはしっかりと情報収集してから買う。ただ物以外のね、自分の好きな人や体験に関わることになると、一気にお金をつぎ込むという傾向にあるそうです。推し活とか分かりやすい例ですよね。確かに僕らの世代って推し活ってあんまりなくて、使
好きなアニメのキャラのグッズたくさん買うとかあったんですけど、推し活ってることはなかったかもしれないですね。これがまさにジェネレーションギャップな感じしますね。あとはコミュニケーション上の特徴なんですけど、これ結構納得したんですけど、昨日会った仲間さえ自分のことを分かってくれればいい、そういった考えが強いと。仲間には素の自分を見せるけど、仲間以外だと一気に消極的になる傾向があると言います。これに関しては僕らゆとり世代も近いもあるんじゃないかなと思っててね、自分をある程度認めてくれてる場合じゃないとなかなか自己主張ができない方が多い気がしますね。また Z 世代はどちらかというと、自分がやりたいからやるっていうね、そういった気持ちを大事にする傾向が強いということで、ニュースなんかを見てると、ちょっと前から風通しのいい職場環境をみたいな言葉ありますよね。結論、そういった職場環境の方が単純にやりがいよりも好きだからやるというところに重点を置く、この Z 世代にとってポテンシャルを発揮しやすいと言われています。まあ、ここはあくまで自分は一組織の中の自分っていうね、属従っていうんですかね、そういった意識が強かった一昔前の世代とは大きな違いですよね。はい、とここまでは XYZ 世代とそれぞれ主な特徴と言われているものをざっと紹介したんですけど、皆さんそれぞれの世代の方どうでしたか？僕自身ね、この世代はこうだって決めつけるのもね、なんか血液型占いみたいであんま好きじゃなくてね、人間一人一人生活環境が違うんでね、大事にしてる価値観とかも全然違うと思うんですけど、世代別の大きな枠組みで見てみると全体的にこういった傾向があるという話ですね。結構テレビとかネットとかが関係してるのかなと思うんですよね。テレビがコンプライアンス気使い始めればあんまりそういった言葉もね聞かなくなると思いますし、じゃあここから今日のメインですね、 Z 世代の話を絞って Z 世代の仕事感とか恋愛感をより詳しく見ていけたらなと思うんですけど、自分に当てはまってるかもって確認してから聞いてください。ではまず仕事における価値観です。ちょうど仕事のことを本格的に考える年齢に差し掛かってる方が多いと思うんで、ここはがっつり深掘ろうと思うんですけど、まず仕事を語る上で言っておかないといけないのが、この日本社会っていうのはここ何十年で大きく変化してるということ。特に Z 世代に関しては、少子高齢化による社会構造の変化、終身雇用や年功序列の崩壊、デジタル上でコミュニケーションの大幅な増加、そしてそれに伴った多様な生き方や価値観に触れる機会の増加、こうした社会的な背景は Z 世代が持つ価値観を語る上で切っても切り離せません。そしてこうした社会の変化に伴って、今まで当たり前だった価値観が少しずつ方向性を変えてってるんですね。これは当然何が良くて何が悪いみたいな話ではないんですけど、大前提ですね、この Z 世代の仕事上の価値観としては、一つがゼネラリストよりもスペシャリストを目指すっていうもので、ゼネラリストっていうのは幅広い業務をまんべんなくこなす仕事のことなんですけど、スペシャリストっていうのはその逆の専門家ですね。やはりこの Z 世代は失われた30年と言われるほど経済が低迷している時代に生まれたっていうこともあって、どこに行っても何歳になっても通用するスキルを身につけたい、自分のスキルの専門性を高めたいと考える方が上の世代よりも圧倒的に多いと言われています。そして二つ目がコスパやタイパを重視するっていうもので、タイパってタイムパフォーマンスですね、時間的な効率の良さっていう意味です。分かりやすいところで言うと、 YouTube なんかでも短い時間で楽しめるショート動画を求めていたりとか、あとは飲食店を決める時でも、味のこだわりよりも安くて美味しくてサクッと食べれるお店を選ぶ傾向にあると言われています。これはそのまま仕事にも当てはまってて、効率の悪い作業を避けて最低限の時間と労力で高い成果を出したいと考える傾向にあるそうです。これはね、僕も確かにそう思いますね。プライベートを充実させたいなとか思う派です。最後3つ目、これが個人的に一番の特徴じゃないかなと思うんですけど、さっき言ったんですが、内発的な動機を重視するというところ。内発的な動機っていうのは、例えばやりがいとか楽しいとか成長したいみたいな、自分自身の興味関心意欲に起因する動機のことで、実際に以前リクルートマネジメントソリューションズが行った仕事上重視することを聞いたアンケートで、 Z 世代新入社員のうちおよそ 32% が貢献感謝、 28% が成長、 20% がやりがいと答えていました。逆に一昔前だと、給料が高いか会社自体の知名度があるかみたいなね、外発的動機に重きを置く人が多かった印象ですよね。ただ物やサービスで溢れた時代に生まれた Z 世代っていうのは、お金を重視する度合いが他の世代よりも低いと言われています。ただその代わりじゃないですけど、承認欲求が非常に高い、自分がどう見られてるかを気にする人がかなり多いと言われています。これは SNS の影響がかなり多いですよね。自分自身が所属するコミュニティを大切にする傾向が強いんで、仕事で重視することが貢献すること、感謝されることとなるわけです。ここまではいい面を紹介してきたんですけど、逆にね、 Z 世代の悪いところとしてよく耳にするのが、仕事をすぐ辞めてしまうというところですね。具体的には仕事量が多いとか、9時出社がとにかくきついと、まあそういった理由が多いと言われています。個人的にはね、忍耐力がないだけじゃないかと思ってしまいがちなんですけど、一概にそう言ってしまうのはナンセンスだと思ってて、やっぱ昔と今ってね、全然選択肢の幅も違って、それをネットで知ることができるじゃないですか。ずっと同じ会社に何十年勤めるメリットも少ないですよね。なので Z 世代が昔よりもすぐ退社転職してしまうのは、その選択肢があるから当たり前っちゃ当たり前だと思うんですよね。やはりタイムパフォーマンスを重視する世代でもあるんで、効率よく働ける仕事があればそちらを選びますよね。効率よくね、今後の人生生きるには、早く今のところをやめて次のいいところに行った方が絶対いいですからね。あと最近じゃやっぱ会社の飲み会に参加しないっていう若者も多くなってきたみたいで、これも以前じゃ飲み会に行かない人って少数派だったと思うんですけど、今じゃ SNS を通じて飲み会に行かない人、飲み会を強要しない企業の存在を知ることもできて、その価値観を肯定し合える仲間が SNS なんかで可視化されたんですよね。こういった背景もあって、飲み会に行かない選択肢が存在するってことがね、一つの社会常識になってきています。やっぱりね、この選択肢の多さっていうのは Z 世代の価値観を知る上で一番重要なキーワードかなと思いますね。飲み会好きの上司からしたらちょっと寂しくもありますよね。ただやはりそこは上司の人が合わせていく必要があるんじゃないかなと思います。はい、とここまで仕事上のお話だったんですけど、次に Z 世代の
の恋愛における傾向なんですけど、まずここまでお話ししたように Z 世代の方は人とのつながりとかコミュニティを重視する傾向があるんですけど、その一方で恋愛のようなリアルな人付き合いは比較的苦手と言われています。以前株式会社ネクストレベルさんが行った Z 世代の男女253人を対象にした恋愛観に関するアンケート、男性のうち4割ぐらいの人がやや面倒、 23% の方がとても面倒、女性のうち 50% がやや面倒、 17% がとても面倒だと回答してます。またそう答えた理由なんですけど、男性は自由な時間が減る、一人が気楽、お金がかかる、女性一人が気楽、自由な時間が減る、お金がかかると、ほぼ同じ理由です。これ聞くとね、少子化大丈夫かとか思うんですけど、ただ実は意外にも結婚願望というのは高くて、結婚したい、いい人が現れれば結婚したいと答えた人が男性は約 76%、 女性は約 80% いたことが分かっています。男女ともに心の安らぎのためにパートナーが欲しいから、孤独は嫌だからと答えた人が多かったです。じゃあなぜ恋愛は面倒くさいのに結婚願望は高いのかというところなんですけど、やはり一つは恋愛に至るまでの出会い方が変わってきてるっていうのが大きいですね。前の世代だったら学校とか会社とか婚活パーティーとか出会うっていうのが一般的だったんですけど、コロナ禍の時はオンライン授業、リモートワークで直接人と会う機会が減って、その代わりマッチングアプリっていうのが主流になりましたよね。ただ言ったら、このマッチングアプリっていうのは偶発的な出会いじゃなくて、実際に会うまでにメッセージを送って探り合う時間が必要で、最初から面識がある場合よりもワンクッション工程が多いんですよ。ここに面倒くささを感じる方も多いのかなと思ってて、実際やり取りしてマッチングしても交際に至らなかったら、この時間とかデートに使ったお金が無駄になってしまう。ここもね、コスパタイパ重視ですかね。あとはネットの普及によって恋愛しなくても割と余暇の時間を満喫してる人も多いと思います。またコミュニティも大事にするんで、今より安らげる場所からの変化を望まないのかもしれませんね。ただここでもう一つ不思議なことに、 Z 世代の方は恋愛には積極的ではないけど、美意識というのは非常に高いんですよ。僕が高校の時とかファンデーション塗って学校行ったら、間違いなく友達からボロクソに言われてたんですよね。で実際これ美意識に関するアンケートで、高校生のうちもっと綺麗になりたいと答えた人が女性は 84%、 男性も 40% ぐらいいたことが分かりました。男性もっていうところがね、今の若者の特徴ですよね。先ほどもお話したようにですね、 SNS の普及によって恋愛とは関係なく、自分が他人からどう見られてるかっていうのをね、重視する人が増えたからだと思います。承認欲求が強い世代でもありますしね。あとやっぱり韓国アイドルの台頭ってのもあると思いますね。じゃあここから話を変えて、今の若者は恋愛をせずに代わりに一体何をしてるのか。それは先ほども出ました、一つは推し活ですね。一方的に推す分にはコミュニケーションの煩わしさもなければ、極端に傷つくこともない、とても効率的な疑似恋愛だと言われています。これは別にアイドルだけが対象ではなくてね、 YouTuber とか Instagram とか誰かしら推しがあることがちょっと普通になってきてますよね。こうした推し活、要はファンビジネスの中で、近年新たにアンチに対するアンチっていう概念が出てきて、アンチを一緒に否定して仲間の結束を高めるという心理です。例えば僕がこのアンチが何か言ってますって言ったとしたら、おそらく何人かの人はアンチスルーしましょうねみたいに言ってくれると思うんですよね。あ、願望も込みなんですけど。で近年ではこの構図をアンチマーケティングと言ったりする。要は自分のことを応援してくれてる人は大事にするけど、お金を落とさない人はガン無視するよっていうね、こういったビジネス的なスタイルで、発信側も意図してない場合もあって、というのもただ自分の味方になってくれる人をもてなす態度になってるだけで、このシンプルなビジネス構造がアンチがいることによって、ますますファンである私たちが結束して支えていかないといけないっていうね、そういった心理を呼ぶと言われてるんですね。ただこういったネット上の倫理観に染まってしまうっていうのもね、すごい危険ですよね。世界を推しとアンチに二分するっていうのはあまりにも安直でして、ね、っていうのもやっぱりこうネット上で攻撃的な書き込みをするってね、もう今の時代一部しかいないんですよ。言ってしまえばかなり極端な意見の可能性が高くて、それが日常生活でも自分に常識的な非難をする人も全員アンチって思い込む若者もいて、要は学校で先生に注意されたら、上司から怒られたら、すぐあいつアンチだって決めつけてしまうんですね。で中では自分の推しをアンチ構造成功してるから、実際に自分もそうしようと思って、結果的に自分に味方がいれば、自分と違う考えとか自分の欠点みたいなところに対する指摘に対しては全く耳を傾けないみたいなことも全然起こり得ると思いますね。だから若い頃っていうのは自分が間違ってたのかなとか、そういういろんな価値観を吸収するべきとこなんに、これはすごくもったいないですよね。だから今歌とかでもさ、それでも私は悪くないみたいな歌とか多いじゃないですか。だからこのアンチマーケティングっていうのは SNS 上のビジネス一つのコンテンツなんでね、忘れないでください。そんな人間によくできたアーティストなんかいないと思うんですけど。はい、というわけで今日は Z 世代の方の価値観とか特徴について調べてきました。あくまでもね、これ全体的な傾向なんで間には受けないでください。で最後に一言だけ言うとね、やっぱ Z 世代の大部分の方の人生におけるテーマって自由じゃないかなと思うんですよね。時間お金にも縛られたくない、自分の好きなことに人生を費やしたい、そう考える方が多いと思うんですよ。もう時代的にいろんなね、仕事の選択肢とかもあって、ある意味自由になることって可能になってきました。ただやっぱね、自由って案外大変なんだよっていう話で、ぶっちゃけ人って誰かの指示に従って動いとく時が一番楽なんですよね。その反面、自由には自分で考えてプランを立てて、しかもそれを自分の責任で行動する力っていうのが必要ですよね。僕も要はさにその難しさを感じてるところでもあるんですけど、ただやっぱり僕が今一番思いつくアドバイスっていうのは、いろんな人の意見を聞くことが大事だと思います。ネットで調べるのもいいと思うんですけど、実際フリーランスになりたいなと思った時に、フリーランスの人の意見を聞くっていうね、その実体験で勝るものはないと思いますんで、ただそれがちょっと自分の考えと違ったらアンチってなるのはやめてくださいね。というわけで今日は以上です。 Z 世代の方、コメントお待ちしています。
急なんですけど、最近渋谷で信号待ちしてる JK2 人がですね、あれマスクどこ直したっけ、いやついてるやん、あやばーって言ってました。これも時代です。それだけですね、マスクかスマホみたいな生活の一部になったということなんですけど、そんな中現在とあることが問題になってるそうでして、それがマスク依存です。いやスマホ依存みたいに言うなっちゅう話ですけど、まあ皆さん今マスクに対してどのような印象を抱いてるかコメント欄に書いてほしいんですけど、僕はですねコロナ始まってからもう今現在までマスクつけるの面倒なんですよね。だからといってつけてないってことは絶対ないんですけど、まずメガネかけてる人ってメガネ曇るんですよ。それがもう面倒やなと思いながらつけてるんですけど、まあ、実は今若者の間ではその逆ですね。他人に自分の素顔を見られたくないっていう状況に陥る人が増えてきてるというものでして、もうこれマスク外すっていうのは人前で下着を脱ぐぐらい恥ずかしいと、もうマスクを顔パンツって呼ぶ人もいるんですよ。いやどこにいや会ったことないんですけど、もう僕の顔で顔パンツって言い出したらもう完全にあれなんですけど、いや本当に下着脱ぐぐらい恥ずかしいのかちょっと試してみたいんですけど、まあ、ただ実際これがですね、化粧品メーカーのマンダムがですね、2022年の3月頃、15歳から29歳の女性約300人に行ったネット調査で、人前でマスクを外すことに抵抗があると答えた人がなんと驚異の 76% ぐらい占めてました。多い。でこれを症状別に見ていきますと、まず1つ目、コミュニケーションを取るときに表情を見られたくないというものでして、あんまり人前で顔を見せたりとか、あんまり自分の表情を見られるのが好きじゃなかったりとか、話していて表情を見られると気を使っちゃうからマスクがある方が楽という意見があるんですね。そして2つ目、これは女性なんですけど、メイクをしなくてもいいからという意見があります。まあ、これはなんかわかりますよね。これゼネラルリーチさんが全国20代から60代の女性約1000人にマスク時代になったことで良かったと思うことについての調査結果があるんですけど、これ 70% ぐらいが手抜きメイクとかもうノーメイクでいいっていうのが最も多くて、表情を隠せるが3割、匂いを気にしなくて済むっていうのがだいたいこれも3割ぐらいと続いていくんですけど、やっぱりそのメイク化粧に関して、まあ、めんどくさいしなくて良くなったっていう方が多かったんですね。そして3つ目なんですけど、自分の期待値が上がってしまった顔を見せることができない人がいるということで、どういうことと思ったんですけど、これが社会人の方でコロナ禍で始まってから入社した人っているんですよ。で社内で結局マスク外す機会がなくて、自分の同僚の顔を完璧に知らない人っていうのがいるということなんですね。まあ、中にはマスクの下こんな感じだろうなって勝手に理想を作り上げて、ふとした拍子に見えた同僚の顔がうわ全然違ったわって驚くことがあると。でそれがですね、自分にも同じことを思われてるかもと不安になる人がいるっていう話なんですね。いやまあ自分が思ってるより人はあなたのこと見てませんよっていう声が聞こえてくるんですけど、でもこれ実際に脳の錯覚でありまして、半分以上が隠れているとその全体のバランスが分からなくなって、脳内で勝手に自分好みのバランスになるようにまず顔が補正されていくんですね。美人であったりイケメンに見えるように脳が錯覚するんですよ。面白くないですよね。できればハードル下げてほしいですよね。そして最後に4つ目なんですけど、学校でもマスクを外せない子供たちと、これも会社と似たような理由なんですけど、まあ、入学した時からマスク生活が始まってて、自分のコンプレックスの顔を見られたくないと感じる人が多いみたいです。これ大人よりも学生の方が思春期とかで、まあ、余計にそう感じるのかなと思っちゃうんですけど、でもなんかこれ以前なんかの動画で言ったんですけど、まあ、SNS とか見てると海外でもうマスクしてる人ほとんどいないみたいな話めっちゃ聞きますよね。これ若干の文化の違い関係してるのかなと思うんですけど、そもそも日本人って昔から目元で相手の表情を読むんですよね。目は口ほどに物をほねららってやつですね。まあそんな同じようなことわざ海外にも存在してるんですけど、逆にですね言葉ですよね、英語を発音する時の口元の筋肉の使い方っていうのが口を大きく動かすことが多いんですね。だから英語圏の人は口元から感情とか表情を読み取るという傾向にあるんです。まあ確かに日本語って一国道さんみたいに口動かさんでもいけることありますもんね。まあそんなマスクなんですけど、まあつけ続けることによって起きることっていうのがあって、これも、ね、以前ちょろっと話したんですけど、免疫力の低下っていうのが懸念されてます。これはですね、本来子供が自然にかかっていつの間にか治っているような病気すらも、まあ、小さい頃に感染しなかったことから、まあ、十分な免疫を獲得できないというか、まあ、なんか本末転倒みたいな話になってまして、他にもマスクによって起こるマスクシンドロームっていうのがあるんですよ。何それって感じなんですけど、まあ、これ簡単に言うとマスクをつけたことによる体の不調を言います。まあ、具体的には頭がぼーっとする、そして肌が荒れる、喉が乾燥する、口臭が気になるとかね、めっちゃわかる。マスクするとあれ口臭になりますよね。あとなんかほっぺたがオイルになりません？あれやだ。さらにマスクを外せなくなった理由として、近年の顔写真の加工技術っていうのが相乗効果をもたらしてるというものがあります。いやそれは自業自得だろう、ワイルドだろうと思うんですけど、さっきのコンプレックスの話なんかも少し関係してると思うんですけど、あの株式会社マンダムが15歳から49歳の女性443名を対象に行った自分の顔写真の加工に関する年代別意識調査からなんですけど、 SNS に自分の画像をアップする際加工するかどうかを聞いたところ、いつもする、たまにすると答えた人がなんと全年代で 70% を超えたという結果になりました。いやたまにするっていつもしてるやろってあの誰かが言ってました。ただこれ当たり前になってきてますよね。逆に加工しない自撮りを載せるってこれ何の意味があるんだと感じてる人も多いと思うんですよ。まあこれ僕もそう思いますね。まあでもこれが行き過ぎるとあんまり良くないよって話でして、まあ、自撮り写真を加工することに依存すると素のままの自分を誰かに見せるのが怖くなるといった、まあ、こういった自己暗示につながって SNS 上の露出が多いのに人と会うのが怖いといった、まあ、ちょっと矛盾した状態になってしまうんですね。これでマスク詐欺なんて言葉も流行ったもんだから、人前では絶対マスク外せないといった精神状況に陥るわけです。これも
別大したことないやんって言いたいんですけど、実はこれ進行していくとうつ病、不安、摂食障害など結構重大なものを引き起こす可能性があるんですね。でこういった加工した自分と現実との自分のギャップに耐えられなくなった女性の体験なんてのがあって、それがですね SNS では美人カリスマ主婦と呼ばれていた方なんですけど、まあ自分のおしゃれな服を購入したとか旅行行ったりとか有名レストラン行きましたというふうにこう SNS に写真を上げてたんですけど、ある日ですね自撮りした写真を見たら自分の目の下に大きなクマができてて、ああってなったんですって。昔というか今僕もそうなんですけど、目の下にクマなんかできとるもんなら、あ寝てないわって自慢できたじゃないですか。逆なんですよ、ああってなって、いや私みんなの憧れのカリスマ主婦なのに実はただのおばさんなんてみんながっかりする、もうみんなの期待裏切っちゃいけないっていうふうに思ったそうです。でそこから美容外科に行ったんですね。初めはちょっとやってもらう程度だったんですけど、まあその日にはどんどんエスカレートしていって、もうメスを使わないリフトアップとかも取り入れて、もう年間で200万円以上使うようになったと。これは世間が求める美人カリスマ主婦っていうね、その虚像を守るためだけだったんですね。やっぱこれが同じように今自撮りとか SNS によって招くもので集計恐怖症というものがあります。まあ、この症状としては自分の体とか顔の美醜に極度にこだわって、まあ、実際はそうじゃないのに必要以上に醜いと感じてしまうもので、これは誰にでも起きる可能性のある精神疾患です。特に現代社会においては明日にでもなってしまう可能性があると言っても過言ではないようです。これが重症の場合、夜にしか外に出れなくなって結果外部とのつながりすら嫌って自殺に陥ることもあるそうです。まあ、これなんかチェックリストもあるみたいなんで一回試してみてください。ただここまでですね自分の容姿に対してコンプレックスを抱くっていうのは日本特有だという意見もあって、例えば芸人さんとか自らの容姿で笑いを取ったりとか、まあ、相方の顔をネタとしていじったりするじゃないですか。顔がチッコとかもう顔でもないんですけど、まあ、この容姿いじりの文化に慣れてしまってるっていうところもあるんですね。でも逆に海外っていうのは、まあ、昔の歴史的背景もあって容姿をいじるようなこととか自虐ネタなんかも一般的にはないんですよ。まあ、とはいえ海外のコメディアンバリバリ容姿いじる人おるやんとも思いますけどね、まあ、平均したらっていう話なんでしょう。まあ、ただやっぱ容姿をいじられたくないって人ももちろんいますからね。そこは全部禁止しようとは思わないんですよね僕も。それでご飯食べてる人もいると思うんで、まあ、ただ相手がどう思うかっていうのはケースバイケースだと思います。でやっぱマスクに関してはもうこれ政府が屋外では原則不要とか言ってますよね。でもしてない人を見つける方が難しいじゃないですか。この原則っていう言葉がまたややこしくしてますよね。まあ、足並みが揃っていかない原因の一つじゃないかなと思うんですけど、まあ、ここにも強制権がないので何とも言えないんですけどね。ただやっぱ見た目なんか大事じゃない内面だっていうのは僕はこれ綺麗事だと思うんですよ。見た目に関して大事じゃないって僕は思いません。もう人の第一印象って8割が見た目って言われてるぐらいでそれ大事ですよ。僕だってかっこよく生まれてたらねどれだけ得したかなと思ったこといっぱいありますよ。でもねそれで自分が傷つくほど悩むほどのことじゃない。そもそもまず人って自分が思ってるぐらい、いや前髪決まらんなと思ってても誰も気づかない、悲しいけどね。それよりもですよ、自分の体って9割ぐらいは顔以外の部分じゃないですか。筋トレしてスタイルを維持したりとか健康的であることの方が見た目っていうのはよっぽど大事なんですよ。それでもなんかここ違うなと思ったらずーずー整形してもいいと思うんですよ。それで悩みがなくなるんだったらね。ただねやっぱ人に優しくとか思いやるとか、結局人気があってモテる人っていうのは絶対顔だけじゃなくて人格がプレデターだということは忘れないようにしたいなっていうのはね、これは僕おちんこの意見でした。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日はですねマスクを外せない若者の話をしたんですけど、最後にみんなにクイズ。世界共通の言葉ってなんだと思う？英語？笑顔だよ。今日は以上です。感想ありましたらコメント欄お願いします。小道寺となんか寿司に行った記憶があるんですけど、思い出そうとするとなぜか頭痛が起きるんですよね。あ、さあそんな今日なんですけど、ディズニーさんからこんな DM 来てました。タカさんこんばんは。こんばんは。最近 X で子供部屋おじさんについての投稿を見たんですが、あまり意味が理解できませんでした。この言葉どういった意味なんでしょうか。子供部屋おじさんについて詳しく教えてください、よろしくね、ということなんですけど、最後なんか友達の LINE みたいな、ありがとうございます。こちら小道寺についてのリクエストなんですけど、確かに実家暮らしイコール小道寺みたいに言われがちなんですけど、この言葉文字そのままではあるんですけど、皆さんの想像と若干違う点っていうのもあって、まず生まれたきっかけっていうのが当時の某掲示板の書き込みでして、2014年とあるスレッドでテレビで放送されたあるプロゲーマーの自室を見た2チャンネラーがまるで子供部屋だっつってちょっとバカにした書き込みを行ったんですよ。でそれに対して別の人が、実家暮らし子供部屋おじさんがプロゲーマーのライフスタイルに説教垂れてるなんて歪んでないっていうね、あまりにも切れ味の良すぎる返信をしたっていう一目があったんですけど、ここからこの小道寺っていう言葉が流行りまして、要はネットスラングの一つでして、働かずに実家から出ないで親の生活をしている方ニート、働かず自分の部屋にこもってる人を引きこもり、その2つとは違って、まあ、主な特徴としては一人暮らしをせずに結婚をせず実家の自室で暮らす、その一方で別の仕事はしていたりとか自分の親からの経済的支援がなくても生活できる人のことを言います。つまり社会人ではあるんだけども実家から離れず自分の子供部屋に住み続ける中年男性のことを子供部屋おじさんと言ったりします。逆に子供部屋おばさんという言葉もありますね。まあ働いてるなら別にいいやんと思うんですけど、たださっき言った引きこもりで言うとこんな記事が話題になったんですけど、それが全国の引きこもりの数
数ですね。引きこもり状態のある人っていうのが15歳から39歳で 2.05%、 40代から64歳で 2.02% と、全国の数字の当てはめて約146万人いると推計されました。めちゃくちゃ多いっすね。意外にもですね、まあ、若年層若い方と同じぐらい40代から60代の人もいたんですけど、この146万人ってなかなかですよ。まあ、このね、引きこもりになってしまうパターンとしては、これまで普通に働いていたんですけども、コロナ禍で仕事を失ってから実家に帰って引きこもりになってしまったという人も多くて、40代から69歳の理由では 45% と半分ぐらいを占めておりました。このコロナというのは大きな打撃でしたよね。特にフリーランスの人が仕事を急に切られるってことが多かったんですね。で、さらに言うと、この日本という国もですね、引きこもりが多い国として知られてまして、海外では引きこもりという言葉がね、そのまま使われています。で、国ごとに韓国、中国、イタリア、フランスとか引きこもりが多いとされていて、で、アメリカ、イギリスとか個人主義が強いと思われている国では引きこもりではなくホームレスになるという傾向があるんですね。ちなみに、あのドイツっていうのがゲーム依存が一番多い国で知られてて、50万人ぐらいがゲーム依存症とされています。ただ、まあ、学校にそれで行かないってなったら就学義務っていうのが厳しくて、休むと先生が来て診断書を見せられてとかで、その診断書出さずにずっと休んでたら警察が家に様子を見に来たりするそうですね。それはちょっとビビりますね。で、今回はそんな引きこもりとはちょっと違う、この社会問題にもなりつつある子供部屋おじさんについて取り上げていくんですけど、で、最近話題になった理由として、自分の息子の子供部屋おじさんが将来何か大きな事件を起こすんじゃないかと心配して先にぶっ殺すって事件あったんですよ。それが元農水事務次官長男殺害事件というものですけど、こちら2019年の6月1日ですね。元農林水産事務次官の父親が東京都練馬区にある自宅で無職の自分の息子を殺害したという事件でして、これが自宅にて2階から降りてきた当時44歳の長男に殺すぞと言われたことをきっかけに、台所にあった包丁で息子の首や胸など36箇所以上滅多刺しに殺害したというもので、その後警察に息子を殺したという110番通報があって殺人容疑で逮捕されたんですけど、で、この殺された長男はかつて学生の頃は有名な私立中学に入学して、で、人付き合いが苦手だったためにいじめを受けたんですね。そこから家庭でも暴力を振るうようになって、大学卒業後も仕事は長続きせずに数年間引きこもっていたんですけど、こっからはですね、何年か離れて暮らしたんですけど、ただ事件の1週間前25年ぶりに同居を再開したんですよ。で、再びこの家は長男とその両親の3人で暮らすことになったんですけど、これが引き金になって、こっから実の息子から DV 被害に悩まされていて、事件数日前もゴミを片付けてって長男に声をかけたら、ゴミ捨てばっかり嫌がってやと逆上されて、殴る蹴る机に叩きつけられるといった暴力行為を受けています。こうして父親もですね、奥さん宛に心中をほのめかす手紙を書いたりとか、ネットで殺人罪の軽量について検索していたりと、徐々にこの殺害というのを考えるようになっていって、今回それを実行したとされています。で、正当防衛だったんじゃないのかっていうのもあったんですけど、まあ、こういった検索履歴っていうのもあって、結果殺人罪に問われた被告の裁判では懲役6年の実刑判決を言わされました。この時実際事件当時の報道で、川崎市で起きた上りと通り魔事件っていうね、同様の引きこもりであった加害者が小学校のバスを待っていた小学生を次々と刃物で襲撃して2名が死亡、18名が重軽傷を負ったっていうね、こういった事件があった直後ということもあって、中高年の引きこもりが関係した事件というふうに言われて、世間の一部では引きこもりイコール犯罪者予備軍だっつって、そういった風潮もあったんですよ。ただ実際にですね、この事件の数値を見てみますと、ここ5年で件数全体でいうと 0.2% ほどなんで、中高年の引きこもりが犯罪者予備軍だって根拠にはならないんですよね。ただやっぱり世間的には精神年齢が低いとか子供っぽいとか自宅にいるというよりは自立してないと、まあどちらかというとネガティブな意味で子供部屋おじさんで捉えられがちなんですけど、ただ普通に働いてれば経済面とか精神面での安心感とか、好きなことに時間を使えるとか、快適だからいると感じてる方も多くて、まあ変な話、普通に働いて家族との関係が良好であれば、ご両親からしてもめちゃくちゃ幸せなことだと僕は思うんですよ。ただこれが両親には負担をかけ続け、家庭内不安になっていくと大きな事件につながることがあります。こちら紹介します。まず60代無職の男が両親を殺害、これが2021年6月、福岡市の自宅にて35年にわたって引きこもり生活をしていた60歳の男性が同居していた父親の首を電気コードで絞め殺害、遺体を冷蔵庫に遺棄したほか、その様子を目撃した母親も同様の方法で絞殺した上冷蔵庫内で窒息死させたというものです。で、この彼の30年以上前ですね、大学を中退したことを父親に責められて、苦手意識を持つようになったのをきっかけにですね、それ以降自宅に引きこもりになったんですけど、1年前の2020年、そのお父さんが認知症を患ってしまったんですね。そして事件当日、彼は排泄解除を頼まれたことで溜まっていたという不満が爆発して、その結果殺害に至ったとされています。その後裁判では殺人と死体遺棄の罪に問われて懲役30年の判決が言わされました。続いて70代夫婦殺害事件、こちら去年の3月、神奈川県横須賀市の自宅にて、この家に住む40代の男が両親を刃物のようなもので殺害、その後2人の遺体が1階和室の布団の中で見つかったというもので、で、この男性っていうのが数年前に離婚を経験して、で、両親と同居して仕事はせずにギャンブルで借金をしていました。加えてその後逮捕された供述なんですけど、恨みがあった、引きこもりになったのは親のせいだと身勝手なことを述べています。まあ、最近でもこういった死亡事故には繋がらなくても、まあ、入足で取り上げたと思うんですけど、銭湯に行こうとして止められた58歳の息子が茶碗で母の頭を殴って怪我させたという事件ありました。はい、と、まあ、このように特に最後の事件なんかは直近の印象的な事件でもあったんで、まだ記憶に新しい人もいると思うんですけど、他
他にも起こりうる社会全体の問題としては未婚化の上昇ですよね。まあ、未婚になると少子高齢化にもつながるわけなんですけど、この数が急増すると、総務省統計局の調査では2016年、こちら女性の方も含むんですけど、35歳から54歳で親と同居してる親元未婚者数およそ450万人とかなり高くて、もっと増える傾向にあると言われています。でさらに現実的なところでいくと、もしね働いてなくて両親が亡くなってしまったらどうなるのか。大体はご両親の方が先に亡くなってしまうわけで、そこから働けず孤独死の問題っていうのもあります。日本では年間では大体3万人の方が孤独死で亡くなってるんですけど、世代別に見ても意外と40代から50代全体のおよそ2割を占める数の方が孤独死されています。事前にねやらないといけない対策としては、他の人とも交流を持つことだったりとか、一人暮らしになるとか一人暮らしをする、まあ、そして定期的に友人とか連絡を取るとかね、一定のコミュニティを築いておかないといけないっていうのもあるんですけど、まあ、ただ実際難しい話で、今回の話総じてにはなるんですけど、全て生き方の一つであって、本人の意思で決めたことであれば別に構わないことも多いと思うんですよ。この動画を見てる人の中には学生や20代の方もいると思うんですけど、まあ、今って有名な大学卒業しても新卒の手取りっていうのが16万とか17万とかですよね。家賃払ってしまえば生活費だけで給料がなくなってしまう、そんな暮らしっていうのが20代ではほぼほぼ続きますよね。まあ余計なプライドだったりとか、周りからは実家出なさいと言われることもあると思うんですけど、闇雲に一人暮らしを始めるよりも、例えば5年以内に実家を出るとか、まあ、300万貯めるとか、こういった具体的な目標を立てて実家暮らしをする生き方の方が計画的だったりもするんですよね。結局結婚がどうとか仕事がどうとか、家族と住むと住まないとか、まあ、その人自身の生き方であって、本人がそれで満足してるなら自由でいいと思うんですよ。さらに言うと、これは個人の問題じゃなくて国の問題でもあるんじゃないかなって僕は思ってて、まあ、少子化問題というのが我が国日本の深刻な問題ですよね。でこの対策の中でですね、仕事がしやすい雇用環境の整備、家庭や地域社会における子育て支援の整備、住宅及び生活環境の整備、待機児童の解消、保育サービス等の充実、母子保健医療体制の充実、教育に関連する経済的な負担の軽減、学校教育の推進と家庭教育の充実、働き方改革の推進と、ざっと見ると働くことに関してお金に関しての対策が多く入ってるんで、こういった問題もですね、経済的負担が解消することでいろいろいい方向に変わっていくんじゃないかなと思いますね。なので総じて給料を上げましょう。はい、というわけで今回子供部屋おじさんの実態、その事件について話をしたんですけど、まあ皆さんはどう感じるか、ご意見感想とありましたらコメント欄までお願いします。よし、いけ、10連出ろ。クソ10連やないかい。さあそんな今日なんですけど、リスニーさんからこんな DM でした。タカさんこんばんは。こんばんは。私は小学生の子を持つ父親ですが、真剣な悩みがあります。最近子供がアプリゲームにハマっていて課金に興味を持ち始めたのですが、このまま沼ってしまったら人としてどうなってしまうのかが心配です。ネットではよく課金で人生を狂わされた人たちといった情報を目にします。課金依存の実態について解説してくださいということなんですけど、こちらリクエストありがとうございます。100キロ超えるのも才能だって言いますけど、アプリの課金で100万使うのも才能やと思いますね。ちょっと何言ってるかよくわかんないですけど、確かにこの課金ですよね。自分のお金で稼いで、その自分のお金でやる分にはね、ある程度上限決めておけば100歩譲っていいと思うんですけど、子供って見境なく無限に行くイメージがありますよね。これ僕だけですか？これ怖いとこですよね。ガチャってダメだと思ってても課金してしまう。僕はパチンコ依存といった他の依存症とかと似てるとこあると思うんですけど、今日はですね、このアプリ内課金の依存に関してもちょっといろいろと調べてきましたんで、こうやってガチャの課金の歴史からその実態、課金しすぎて起きた悲惨な事件まで紹介していこうと思います。では早速なんですけど、皆さんこういったアプリ、またはゲームといったものに課金したことありますでしょうか？それこそ今はゲーム系だと重課金税つってね、そういう言葉もあったりとか、あと微課金とか無課金とかね、この2つだと重課金税に太刀打ちできないとか言われたりするんですけど、意外とねこういったのって例外というか、一概に課金といってもいろんなのがあるんですよね。じゃあ実際課金してる人ってどれぐらいいるんだろうと思って調べたら、意外と少ないんですよ。こちらアプリガイドさんっていうねサイトが去年10月20歳から60歳以上の男女約2400人を対象に行った調査で、スマホアプリに課金したことありますかという問いに対してイエスって答えた人が 29.5% と3人に1人ぐらいでした。これを多いと思うか少ないと思うかは人それぞれなんですけど、勝手なイメージ8割ぐらいの人はしてるだろうと思ってたんですけど、したことないっすねって、これちょっとカッコつけたんじゃないのこれ。でまたこのうちですね、それがゲームアプリだと答えた人が 70% と、で次が 24% で音楽アプリ、 22% で電子書籍アプリ、 18% で動画アプリと続いています。動画アプリ、 YouTube プレミアムですね、まあ、ゲーム系の課金が圧倒的に多かったという結果になったんですけど、さらに実際の数字ですね、それが月間売上ランキングというものがあります。これえぐいっすよ。直近で今年の1月ですね発表します。1位モンスト91億円、2位ビッコマ74億円、3位プロ野球スピリッツエース60
62億円。4位、LINE 漫画61億円。5位、ウマ娘、プリティダービー39億円。6位、YouTube 38億円。7位、パズドラ38億円。トップ7にゲームアプリ4つと、金額も桁違いなんですけど、半数以上占めてます。ちなみにこの課金額で言いますと、我々日本人って世界と比較しても一番課金額が多いんですよ。ちょっとこれは誇りに思っていいのかわからないデータもあってですね、ちょっと前にはなるんですけど、2021年、アメリカのセンサータワーさんという調査会社が、調査対象外の中国を除いた、この年の1月から9月までのアップストアと Google Play における国別の支出額を調査したってもので、1人当たりの支出額、多い順に日本が149ドル、現在の為替で22,300円と、次に韓国の95ドル、アメリカ90ドル、オーストラリア62ドル、カナダ50ドルと、1人当たりの使うお金が1位という結果になって、2020年も同様に日本が1位だったんで2年連続でした。中でも属性としては20代男性が多くて、この層の課金割合が特に多いみたいです。ただ不思議ですよね、こういったスマホアプリって基本的に無料で遊べるのがほとんどなんですけど、ただ無課金で遊ぶユーザーがたくさんいる分ですね、それに比例して課金する人もたくさん増えるという仕組みで、かつゲーム内のガチャやスタミナ回復、アイテムを手に入れるために追加で料金を払うことによって、無料プレイしていた時よりも充実した娯楽になる、まあそういったメカニズムになってます。つまりイコールでもあるんですけど、人気のあるゲームほど無課金でもしっかりと遊べるように作られてるんですよね。なので人気ゲーム課金してる方は本当にこの課金意味あるのかとね、そんなこと分かってるんですけど、特にねクソアプリというか、よく広告に出てくるゾンビゲーム分かります？つって広告と内容全然違うんですけど、あれ課金すればするだけ強くなるんですよ、正直に。そうです、僕がこれまでで一番課金したゲームあれなんですよ。恥ずかしくて言いませんでした。2年ぐらいやってめちゃくちゃ強い組織作ってワールドがあって、その中でトップ3ぐらいあるんですよ。で僕らトップ3入ったんですよ。で1位に喧嘩吹っかけて全員壊滅させられました。マジで大体共存してるんですけど、1回の戦争で全面戦争になるじゃないですか。マジで課金額で言うと60万円分ぐらいを一瞬にして失うんですよ。あれマジでレバレッジぐらいとんでもないですよ。そんなんいいんですよ。まあこういった話をしたところで、今日はですね課金の歴史についても軽くお話していこうと思うんですけど、まず元々の始まりは海外です。2001年9月に韓国と中国でリリースされた韓国初の同時参加が可能な MMORPG ザ・レジェンド・オブ・ミール2というねオンラインゲームが、アバター用の服装アイテムに課金制を導入したのが最初です。この背景には当時ですね、海賊版っていうねゲームの違法コピーが横行していたっていうのがあって、その対策の一つに認証方式とか収益手段としてアイテム課金や月額の課金、通信するデータ量に応じて請求金額が変動する重量性課金を導入したことがきっかけです。日本だと日本版のメイプルストーリーっていうのが2004年4月に実装したガチャポンシステムっていうのが初で、これが基本無料の課金ゲームの走りみたいですね。まあ、意外と昔からあるこの課金システムなんですけど、最近学生の方が多くいる20歳未満の課金が問題になってます。これは DM にもあったようにですね、主に子供が親のスマホとかでやってるってやつなんですけど、実際消費者庁が公表したオンラインゲームに関する消費生活相談対応マニュアルによると、令和3年の相談件数っていうのが全体約7300件あったと。でその中で20歳未満が4400件と半数を占めています。さらに平均の購入金額としては10歳未満で17万、10歳から17歳で35万、18歳から19歳で42万と、どの年齢層もベースは高い傾向にあったんですけど、知らずにクレジットカード利用していたとか、現金を勝手に持ち出してコンビニでプリペイドカードを購入して課金されていたとか、そういった事例があります。要因としてはですね、学校でみんなやってて強かったら強いほど友達内のヒエラルキーも上がっていくみたいなのあると思うんですけど、やっぱり強くなりたい、あれも欲しいこれも欲しいとなっていくものがあったりします。あとはそれに付随してガチャのシステム上天井ないんですよね。どうしても欲しいアイテムが出るまで回そうとするっていう心理があって、ある種ギャンブル依存とかなり近しい傾向になります。こういった依存性を測る指標の一つがドーパミンっていうね快楽物質の分泌量なんですけど、これがやっぱ脳内で放出されると、その分人はその行動をもっと求めます。強いキャラを当てた時の方がガチャを引きたくなるんですよ。またねさらに回してる時もドーパミンはドバドバ出て快楽性が高いんで、快楽への過剰な欲求につながっていきます。まあ、これをパティンコではノーディドゥガデドゥと言ったりするんですけど、まあ、1万円が100円ぐらいになります。まあ、当たった時の快感を求めて次々と入れちゃいます。このサンドにお金入れてる時も気持ちいいんですよ。異常ですよ。実際ガチャに限らず2019年、世界保健機構 WHO 病気の基準である国際疾病分類 ICD11 の中に、ゲームの過剰利用で日常生活が困難になるゲーム依存、正式な病名はゲーム障害、ゲーム行動症と言ったりするんですけど、これが新たな依存症の一つとして認定されています。世界的にも問題視されつつはあるんですよね。でこれがどこまで事件を引き起こすかというものなんですけど、まず2013年11月、これはイギリスに住む13歳の少年が自室で首を吊って自殺しているのが発見されたというもので、この少年クリスマスプレゼントで母親からゲーム買ってもいいよと言われて、自分で422ポンド約7万2000円分購入して、それを Xbox 360にダウンロードしたんですよ。まあまあな額ですよ。でこの金額を後から知った母親が請求額を見て、お前何やってんだと、次のプレゼントもあげませんよと言ったんですね。その直後なんですよ、夕食の時間になっても食卓に来ない彼を心配した家族が部屋を見に行ったら首を吊って亡くなっていたんですね。そんなことある？ただ他にも起きてて、中国でも2020年、14歳の少女がスマホゲームの課金を理由に自ら命を絶ったんですけど、この家ではもともと彼女にスマホを触るのは週末だけっていうルールを設けてて、でコロナ禍で学校がリモート授業になったタイミングで勉強の合間にアプリを使うことに夢中になってて、次第に毎日触っていたんですね。である時母親がふと口座見たら残金が28人民元、これ約420円になってたと。で後々調べたら1ヶ月の間に6万人民元、これが約100万円ですね、の引き落としがアプリゲーム
ゲームから行われていたんですよ。まあ彼女がやってたんですけど、以前もですね、すごいゲームやってんなと思って、アプリゲームってそんな面白いのと、そういう探りを入れたら、いや、わかんないとか言って、とぼけるようなやり取りもあったというんですね。ただ、その後、彼女の母親の携帯に、お母さん、私がやりました。もう生きていたくありません。許してくれますか？今までありがとう。というメッセージを送って、自室から飛び降りて自殺を図ったんですね。死ぬことまでないと思うんですけどね。ただ、一方で子供だけでなく、親が依存していたってのがあって、これ日本なんですけど、2017年10月、埼玉県桶川市のマンションの一室で、共に25歳だった両親が、当時1歳の三男に十分なミルクを与えず衰弱死させたというもので、発見時の体重は標準の半分以下の 3.8 キロ、身長平均よりも15センチ低い60センチしかありませんでした。この両親どっちもやばかったんですけど、まず父親はそもそも育児を放棄して、携帯ゲームとか出会い系サイトに没頭していて、育児自体も全部妻に任せていたと。その母親も母親で、日中はスマホゲームに没頭して、夜中になると毎日のように実家に帰ってパソコンのオンラインゲームをしていたんですね。子供よりも友達とチャットで話す方が大切になっていたと。この二人っていうのが出会いはオンラインゲームだったそうなんですよ。共通の趣味を通じて結婚したんですけど、採用された母親は本当の世界はゲームの中、現実世界は偽物だったと発言しています。ゲームの世界から抜け出すことが難しかったみたいですね。その後ですね、保護責任者遺棄致死の罪で起訴された両被告には懲役8年が言わされています。はい、とここまでガチャ課金の実態から事件までお話したんですけど、参考にですね、課金依存症の自己チェックっていうのがあって、これ気になる方はぜひやってください。危険度別にレベル1からレベル3まであって、まずレベル1っていうのが月に 2,3 回課金しますと、金銭感覚は維持できてる、何年で丸々確定といった絶対手に入る時だけ課金する、過去にどれだけ使ったか自分の中で把握できている、定期的に課金するが結果ダメでも追いガチャを行わない、デビットや iTunes カードから決済していると。これはまだ普通というかね、まあ僕もたまに課金しますし大丈夫そうであるんですけど、レベル2がですね、新しいキャラが出るために課金する、レアキャラ限定お得パックなどの言葉に弱い、クレジットカードで決済、自分のランクが低いのは課金額が少ないからだと感じる、スタミナ回復に課金アイテムを使う回数が増えた、スタミナ回復に使い始めると下村ね。レベル3、重度の課金依存症です。月に10万以上使ってる、50だよね。キャラを全部揃えるまで引き続ける、ランキング系のイベントがあるたびに最上位を目指す、食費や生活費を削ってまで課金する、カードの上限が来たため家族や友人から金を借りたとね。最後はもうかなりわかりやすいんですけど、金借りてガチャ課金は猛者すぎるよ。これはこの他にも収集癖とかね、あとは普段生活してて承認欲求が満たされない人とかも、他のプレイヤーよりも強くなって優越感に浸りたいという理由から課金依存症になりやすい傾向であります。簡単な対処法なんですけど、やっぱり制限するってことが大事で、携帯会社やカード会社の限度額を下げたりとか、ゲーム以外の趣味を持つことも有効です。あとはお子さんにスマホを持たせてる場合だと、設定から課金制限をかけることもできます。ただ結局のところですね、自分がハマっちゃってる時期に特にそうなんですけど、やっぱり無意識のうちにやっちゃうんですよね。課金しすぎやなと思ったらもうそのアプリ消してください。人って心理的にかけた時間、かけたお金が長ければ長いほどそこから離れられなくなるっていうのがあるんですよね。せっかくこんだけ使ったしなとか、こんだけ時間かけたしなとか、ただやっぱ機械損失って言うんですかね、それを続けて架空の損失を補填しようと考えるよりは、今断ち切る方が一番いいんですよ。使ったお金はアプリじゃ取り戻せないので、これからでも買えられるってことでね、課金しちゃってこれやめたいなっていう方はもうアプリ消しちゃってください。ただ知りたいんですよ、皆さんがこれまで課金して、わあ後悔しなかった、課金してよかったなっていうね、紙アプリあれば教えてください。最初はグー、じゃんけーん、だで。少子化問題解決にはこれしかないって言ってる人がいました。僕はそんなこと言ってないですよ。さあ今日なんですけど、リスニーさんからこんな DM 来てました。タカさんこんばんは。小林さん、最近久しぶり友達と会っていろんな話をしたのですが、どうやらその男性曰く今複数人の女性と一緒に住んでいるらしく、一夫多妻風の生活をしてると言われました。日本ってそもそも一夫多妻というのは許されるんでしょうか？どんな生活をしてるのか気になります。女性との縁全くなさそうなタカさん、解説お願いしますということなんですけどいや何言ってんのこいつマジでえはこちらリクエストありがとうございます。はい、この一夫多妻というパワーワードなんですけど、これそれこそ数年前ですかね、なんかハレコンっていうね、確かヤングマガジンで連載してた漫画を皆さん知ってますか。一夫多妻制が条例によって認められた架空の街で、一人の夫に対して3人の妻で構成された家族が描かれるってね、ちょっと新しい切り口のもので、正直その辺あったなぐらいしか知らないんですけど、ただとはいえこういうのってあくまでも漫画でして、皆さんも知ってる方多いと思うんですけど、現在の日本では法的に複数の配偶者を持つこと、いわば従婚というのは禁止されています。これはこの国で確立した一夫多妻制の逆っていうのが一夫一夫制っていうね、この婚姻制度を維持するためでして、違反したら重婚罪つって2年以下の懲役とまあまあ重たいです。ただその一方で最近なんかリアルハレコンみたいな生活をしててメディアで話題になった人たちがいたんですよね。これ僕なんかうっすら知ってたんですけど、今回この DM の内容ともマッチしていたんで、ちょっといろいろと調べてきました。なぜこの人は一夫多妻が可能になってるのか、その辺の理由も含めてね、実際の生活やそこに至る経緯についてもお話しします。ではまず本題の前に、この一夫多妻生活ではないんですけど、つい最近俳優のね東出さんがね、なんか似たような生活して
してるっつって話題になったことありましたよね。これが今年の1月に放送された目覚まし8なんですけど、現在映画とか出演しながら山奥で狩猟を行って空きで煮炊きをする生活みたいな自給自足を送ってる俳優の東出昌大さんなんですけど、その時後輩女優さん3人と半自給自足しながら生活するという様子が紹介されたんですよ。で、まあ数年前にいろいろなんかあって、まあいろいろと精神的なダメージも受けたということで、それ以降一人で山暮らしを始めて、今はこうして都会とは真逆の生活を送ってるということなんですけど、別に誰がどう遊んでようがそれはめちゃくちゃ自由なんで、その辺はいいとして、ただちょっとこの時 VTR の一部でなんか地域行事の餅つきに参加する様子みたいなのが出たんですけど、なんかついてる気がするんだよねっつって接近したりとか、自分の手についた餅取り粉をね彼の顔にわってつけようとしたりとか、結構戯れる様子があって、おそらくこの番組が見せたかった本筋とめっちゃずれてたんですよ。わかんないです、本当はこっちを見せたかったのかもしれないですけど、この様子で女引き連れてバチェラーみたいになってて草とか、なんだこいつ反省してないだろみたいな結構厳しめな声が上がってたんですけど、ただあくまでも先輩と後輩という関係みたいなんですけど、その距離感に対して結構厳しめな意見を言う人が多かったんですけど、いやこれは僕嫉妬だと思いますね。ちょっと本題なんですけど、実際この一夫多妻の生活をしている人たちの実情なんですけど、これが去年の12月アベマプライムさんで放送された、とある35歳の男性が4人の妻と3人の子供と1つ屋根の下で暮らしてるというもので、勝手に一夫多妻を導入した人たちの生活を紹介したというものなんですけど、もちろん彼らは法律上の婚姻手続きはしてなくて事実婚という形で、実態的には法律上の夫婦とは変わらない結婚生活を送ってる、そんな関係でして、まずここに何でなんのかって話なんですけど、この男性まずマッチングアプリ上で出会った女性に一緒に暮らそうって言うんですけど、いいですよってなったら交際期間を経て、でそこから同棲生活が始まるんですけど、前から事実婚状態だった奥さん同士もこの時点で別にこの人と一緒に住んでもいいですよって了承してるんですよ。ただ最初は大丈夫なみたいな戸惑いはあるんで探り探りになるんですけど、徐々に徐々に受け入れて、今は結局すごい幸せで面白い関係だと思いますっつって、そういうことも言われてて特に不満とかはないみたいなんですよ。なんかこういうのってどっかの国の大富豪がお金持ちがやるみたいな、ある程度お金に余裕がある方がやってるイメージなんですけど、この方々の場合はですね、食事とか家賃、あとは光熱費とか車関係とか、こういった生活にかかるお金はもろもろ4人の奥さんが働いた分でやりくりしてるんですよ。はい、この男性自体10年前からほぼ働いていないって言うんですよ。すごい紐4本ですよ、紐男です。まあそれはいいとして、ただそれと同時にここの家庭ならではだなと思ったのが、あなたは炊事担当、あなたは洗濯、あなたはゴミ捨て、あなたは育児みたいな、誰がどこを担当するかって決まってて、で育児に関しては第一夫人の子を第三夫人の人が見たりとか、自分以外の子も見たりするそうで、結構新鮮じゃないですか。一緒に暮らしてるならね、それはそうなるだろうって感じなんですけど、これお子さんがね大きくなった時っていうのがどう説明するのかなっていうのはちょっと気になりますけどね。ちなみにお子さんに関して彼曰く、55歳まで53人の子作りをした歴史上の人物で、江戸後期の将軍徳川家斉という人がいるんですけど、この人を超えたいと、最終的には54人作って歴史に名を残したいっつってて、そういう野望なんかも抱かれてたんですけど、今現在5人目を募集中で、他に彼女さんも2人がいるらしいんですよ。これでみんなが幸せならいいと思うんですけどね。ぜひ皆さんこちらのご意見をお聞かせください。じゃあちょっとこっから歴史的な話になるんですけど、ここまでの話の中でもちょこちょこ出てきてるように、実は日本でも100年ぐらい前、明治31年1898年までは一夫多妻 OK だったんですよ。ただまあ全員が全員そうかというとそうではないんですけど、例えば江戸時代ですと上流階級の男性とか裕福な町人層では普通に行われていました。これは家を存続させる必要があったからですね。妾と呼ばれている妻以外の愛人も正室と呼ばれていた本妻と同等の地位に押し上げて跡取りを産んでもらおうってやつ で男系の跡取り息子っていうのが重宝されていたからっていうね、時代背景もちょっとあるんですけど、こういったいわゆる畜生制という制度が明治時代に入ってからも続いたんですけど、ただまたその一方でですね、これって女性の権利を同等に守るとかそういった考えに基づいたものではなかったんですよ。でそこからヨーロッパ諸国の仲間入りを目指す脱アニューオーロンだってね、あとは男女平等主義を唱えた福沢諭吉とか、当時の文部大臣で一夫制を説いた森有礼氏の台頭によって彼らの考えたのが浸透してきて、この頃から世論でもちょっと一夫多妻って実際どうなんみたいな、キリスト教の伝来とかの影響などそういった動きがあって、結局この一夫多妻制というのが1898年に廃止になりました。日本ではざっくりとこういう背景があるんですけど、ただ一方海外ではこれ認められてる国いくつかあります。ブルキナファソとか、あとマリ共和国、セネガル、ナイジェリア、中央アフリカのチャド共和国、東アフリカのタンザニアとかウガンダとか、こういったアフリカ諸国には認められてるところが多くて、あと北アフリカだとイスラム教を国教とするモロッコ王国とかもそうなんですけど、だから結構宗教とかも関係してて、でもこのイスラム教のコーランってね聖典があると思うんですけど、この中では妻を平等に扱うことを条件に重婚は OK なんですよ。だからイスラム教徒の多い国では一夫多妻制での婚姻率が高かったりします。ただまあ実際法的に認められてるかといってうまくいくかどうかっていうのはまた別の問題で、まあいざ結婚するってなったら結納金が必要なんですけど、あと住むところを用意しないといけないんです。
ですよ。なので一般的にはねハードルが高くて結局お金持った人しかできないみたいな背景もあるそうです。ちなみになんですけど、ギネス記録の世界最多の妊娠と出産をした女性なんですけど、彼女はロシアの農民フョードル・ワシリエフさんという方の奥さんなんですけど、1725年から1765年の40年間で27度の出産で69人の子供を産んでるんですよ。27度っす。ってことはす、4つ子4組、3つ子7組、双子16組と、この掛け算の問題ぐらい結構ややこしいんですけど、お子さんを出産してるんですよ。この記録と同時に4つ子と双子の最多出産回数の記録を保持者でもあります。あと最近だと2021年6月に世界最大の家族の長と言われていたジオナ・チャナさんという方、76歳で亡くなられて記事になってたんですけど、この方家族構成正確には不明で、一部報道では妻38人、息子と娘89人、孫36人、ひ孫1人とおられまして、何にせよすげえ大家族で、っていうのもお金持ちでね、結構彼の家っていうのが4階建て100室あったんですよ。だからそこが観光名所にもなってて、結構観光客を訪れてたんですけど、結果これ観光客が来て近隣の村も巻き込んで周辺地域ってめちゃくちゃ活気あったみたいな経済効果を生みました。はい、とまあこのようにですね、本人同士が了承してて幸せですよってパターンならすごくいいと思うんですけど、ただ実際この事件に発展するケースもあります。ちょっと紹介しますね。まず74歳ハーレム男、これ去年の2月です。10代の女性を洗脳して性的暴行を加えようとして、準強制性交未遂等の疑いで東京都東大和市の無職の男74歳とその元妻で同居するアルバイトの女43歳が逮捕されたところで、まず2人は占いという名目で自宅に10代の女性を誘い込んで、宇宙人に連れ去られて食べられないため死を回避するためには私と性交するしかないって脅して性的暴行を加えようとしたんですけど、ただこの逮捕された男っていうのが2003年頃から一夫多妻生活を続けてて、妻は平等っていうルールのもと入れ替わり立ち替わりで、逮捕当時40代から70代の9人の女性らと子供3人と暮らしてました。生活費は全て同居していた女性持ちでした。でこの無職の男、この男は2006年にも女性にこの共同生活に加わるように脅迫したつって逮捕されて、結果懲役1年6ヶ月と執行猶予判決言わされていたんですけど、そっからもずっと懲りずにこの生活続けてて、でこの事件が起きたんですよね。あと海外ですとアメリカのケンタッキー州で48歳の男が一夫多妻で暮らすことを拒否されて、交際相手だった31歳の女性とその息子を銃殺したっていうね、とんでもない事件がありました。でアメリカも日本と同様に一夫多妻制認められてないんですけど、この男も戸籍上の妻ではなく内縁の妻として複数の女性と一緒に暮らしてたんですよ。ただ当時付き合っていた被害女性に対してそのことを打ち明けて一緒に暮らしてくれないかと言ったら拒否されて、で実はこの時点でも別れていたんですけど、ただその後高恨みも甚だしいんですけど、ストーカー行為繰り返して女性の職場に押しかけたりとか殺害計画を立てます。で今回の事件起きました。この後逮捕された男、仮釈放なしの終身刑が言い渡されています。はい、とまあこういう事件になることもあるということですね。一夫多妻制の生活紹介しました。じゃあ実際ですね、最初に言ったこれ少子化って解決するのかと、これね実際ねその逆じゃないかなと僕は思うんですよ。でもやっぱ資産があって社会的地位がある男性がお金がねその分必要なので、女性に全部貢がせる以外は自分が養うわけじゃないですか。そうなるとすごい資産が必要で家も必要でとかなってくると、その結局それ持ってる人が少ないので、そこに女性が集まるとその中には高齢の方もいたりして結局子供できないんですよね。このイスラム圏でも実際に一緒に一度も性交渉することなく亡くなっていった男性みたいなのもいたりするんですよ。だからまずこの一夫多妻制を認める前に、まず日本はこの景気をどうにかしないといけないですよね。話はそこからですよね。とまあそんな感じでございます。皆さんはどう感じたかぜひコメント欄までお願いします。さあ今日なんですけど、こんな DM 来てました。たくさんこんばんは、小林です。最近仲良くなった友達の家に行ったんですが、いわゆるミニマリストってやつで本当に机と布団しかなくてドン引きしました。精神的に問題ないのかなと不安になったんですが、よかったら動画にしてくださいということなんですけど、こちらありがとうございます。ミニマリストっていう言葉ね、最近というか3年前くらいからちょいちょい聞くようになったなって印象なんですけど、僕なんかもう Amazon プライムデー始まったらもうめっちゃ安いやぐらいの勢いで使うかもわかんないやつ買っちゃうタイプなんですよね。ミニマリストと多分かけ離れてるんですけど、この間ポータブルのバカでかいバッテリー買いましたね。まだ使っております。だって家にコンセントあるから。そんなミニマリストっていうのを焦点当ててメリットデメリットだったり、なぜそんなことをしだしたのかと、こういったものを紹介していこうかなと思います。ちなみに僕前入ってた事務所のスタッフの方にミニマリストの方がいて、これ別に自分でミニマリストやろうと思ってやってるわけじゃないんですよ。ただ必要ないから持ってないってだけで家行ったことがあるんですけど、本当に実写版綾波レイの部屋でビビりました。まずまあミニマリストってそもそも何なのかっていう話なんですけど、まず語源としては最小限のっていう意味のミニマルから派生した造語でして、ざっくり言うと持ち物をまあ減らして必要最小限のものだけで暮らしましょうねってことで、例えば DM にもあった布団と机しかないみたいな、冷蔵庫あった方がいいんじゃないですかって僕も言いましたよ、その人に。そしたらだって買えば冷たくないですかって、だから大体冷たいもの買うらしいですね。その人自分で服とかも買ってなくて下着すらも紙パンツだったんですよ。もう使ったら捨てるっていう、本当に物を増やしたくなかったそうです。で逆にねクローゼットの中場所取らないから服はこんだけありますよみたいな人もいるみたいですけど、これなぜかっていうとね、逆に物に溢れてる世の中じゃないですか。それを減らすことでかえって豊かに生きられるんじゃないかみたいなものなんですけど、やっぱり僕もねその方の家って思ったんですけど、部屋広っと思って
ったんですよ。ただ今日答え出ました。これね、物が少ないから広く見えるんだと。身体退去する前って、あ、部屋ってこんな広かったんだってなりますよね。それだと思います。あとは環境問題の改善ですよね。つまり必要最小限のもので暮らすことによってゴミが減らせるんじゃないかってことですね。だから別にその人ミニマリストじゃないからゴミはバンバン出しましたよ。まあ一部環境活動家の皮をかぶったゴミもいますけど。なのでメリットとしては浪費が減るとか、あとは自分の好みとか価値観が分かるそうですね。何が本当に必要なのか、意外とこれなくてもいけるなみたいなことあるそうですからね。とか皆さんちょっとね、最近とかご地震とか話題ですけども、これだけは持っていきたいみたいなものってあったりしますか？僕はね、やっぱ北斗の拳の原哲夫先生直筆サイン入りオリジナルレコード、もうこれは絶対持っていこうと思ってますね。そんなんいいんですよ。あとはまあ掃除がしやすい、自分の時間が増える、心に余裕ができる、集中力がアップ、行動力がつくとかありますね。集中力上がりそうですよね、娯楽がないから。心に余裕ができるはどうなんでしょうね。ただデメリットとしては、必要なものまで捨てて不便になる、おっちょこちょいパターンですね。あと新しいものを買う決断ができないとか、優柔不断パターン。あとはモチベーションが下がる場合がある。こういった物を買わないことによる労働とか、貯金へのモチベの低下とかがあるんですけど、これにまず当てはまる人はミニマリスト向いてないですね。これデメリットというか、ミニマリスト気質がない人がミニマリストになった時の失敗談じゃねと思ったんですけど、じゃあこれ冒頭ではね、3年ぐらい前から流行り始めたみたいな話をしたんですけど、よくよく調べたら実は2010年頃から流行り始めてたみたいで、きっかけは2008年、アメリカで起こったリーマンショック。このリーマンショックっていうのは、2000年代初期のアメリカでは低所得者向けの住宅ローンというのがあって、これが購入者からすれば銀行からお金を貸してもらえるから簡単に購入できると。で、銀行からしても年々土地の価値が上がるし、最高お金返済されなくても金利で儲かるってね。これで大流行したんですけど、2007年ぐらいから土地の価値っていうのが大暴落して、これによって土地の価格が上がることが大前提だった住宅ローンのシステムが崩壊して、この住宅ローンに深く関わっていた多くの銀行、特に投資銀行大手のリーマンブラザーズが倒産したことで、世界的な金融経済危機につながったってものです。だからまあちょっとややこしいんですけど、このリーマンっていうのはサラリーマンのリーマンじゃないってことだけは覚えて帰ってください。ちなみに僕はずっとサラリーマンショックだと思ってました。じゃあちょっと話を戻して、これによってアメリカで多額の住宅ローンを払って大きな家を買うことに疑問を持つ人が増え始めて、ローン負担の少ない小さな家に引っ越そうとする人が増えたんですよ。で、まあ家が狭いし物も減らすかっつって、必然的に必要最小限の物だけで暮らす人が増え始めて、それをブログとかで発信した人が大きく注目されるようになったっていうことで世界的に広まったんですね。日本でも流行り始めたきっかけっていうのが、2015年に出版された佐々木文夫さんの僕たちにも物は必要ないっていうね、これが累計40万部のベストセラーになりました。そして同年の流行語大賞にはミニマリストがノミネートされたんですね。そんな昔からあったって意外ですよね。また福岡に伝わってなかっただけなのかもしれないですけど、まあやっぱネットでは賃貸なら余計な汚れとか傷とかつかなそうやし、物も少ないから引っ越しもなく、退去費用も少なくてトラブルは起きなさそうとかね、ほとんど家で過ごさないならいいんじゃないとか、逆に一番物に実は支配されてるんじゃないかみたいな、普段は楽だけど何かあった時の応用が効かなそうとかね、その人が暮らしやすいなら別にええやんって話ではあるんですけども、不便そうという声も結構多いですね。ちょっとここで一つ、この生活を送った方の実体験なんですけど、これ結構極端なんですけどね、あの M さんという方、生活費がギリギリでまずお金困ってた時に節約系 YouTuber の影響を受けてミニマリストになったと。それでまずやったのが娯楽を断つこと、まあ、具体的には旅行とか外食とか、お金がかかることは全部悪として考えるようになって、趣味だったゲームもリサイクルショップで全部売りました。友人からの遊びとかご飯も断り続けて誘われなくなって、友人との連絡も疎遠になりました。でこれ誘いを断ったね、まあ、僕が悪いんですけどと、まあ、SNS に映る友人の充実した生活を疎ましく思うことすらあり、外的要因をだんだん避けるようになっていって、自身の殻にこもるようになっていきました。だから、まあ、物は捨てたかったけど人間関係の断捨離は別に望んでなかったってことですね。またその時同居していたパートナーが掃除片付けといった家事が苦手で、部屋は散らかり放題、なんやそれ。そのあまりの散らかり具合に我慢ならず、片付けではなく断捨離も強要するまでになってしまい、口論の毎日でした。今思えば趣味や友人関係を絶って不安定になってしまった私の一方的な価値観をぶつけただけで、ちゃんと話せればよかったです。あとはおしゃれに興味がなくなって、身だしなみも気にしなくなり、美容室には行かなくなりました。確かに出費としてはだいぶ浮いていましたが、清潔感も同時に失っていたのかもしれません。その結果、そんな身なりのだらしないやつへの仕事が回ってくるはずもなく、本来の目的であるお金の問題解決からさらに遠のくようになってしまうことになりました。それからミニマリストの本来の目的は、物を手放し、物に縛られず豊かな生活を手に入れることだということにようやく気づき、まず人間関係の修復に努め、自分がやりたい、なりたい豊かな生活を送ることを始めました。ただ自分がこの生活を通して一度手放してしまうことで見えてくる世界も発見できて、手放して不便なことも辛いことも体験できたので後悔はありませんということなんですけど、極端な例なんですけど、捨てすぎは良くないってことですね。本質をそのものを失うっていうもので、僕の知り合いで言うと、やっぱりこのミニマリストになろうと思ってなれるもんじゃないっていうのはあると思うんですよね。本当に周りから見たら、僕ここじゃ絶対住めませんっていう人結構多いんですよ。でもその人は別に何がみたいな感じなんですよね。ただこれ徐々にちょっとおかしくなっていくってこともあって、危険性があるんですよ。あの白黒思考っていうものでして、これあの物事を白か黒か、つまり0か100かで考えてしまうものなんですよね。物をいるいらないで判断してた結果、衝動的にもう全て手放したくなると。だからまあこれどうなんかっていう話なんですけども、すでにメンタルに不調を抱えてる状態だと精神科医の人は言います。結果捨てると爽快になるみたいな。例えばエアコンまで今の暑さ捨てて生活しないといけなくなったりとか、洋服全部捨てて毎日同じ洋服を着ることになったりと、これが原因で何かしらの病気にかかる可能性あります。もう一つが強迫性障害ですね。捨てないと何かしないと悪いことが起きるんじゃないかと思い込んで、その行動
動とかを止められない、日常生活に支障が出てしまうという病気で、ミニマリストに関して言えば物を捨てないと悪いことが起こるかも、そういった不安から必要なものや自分以外の人のものまで捨ててしまうという症状ですね。捨てるっていう行為は自分でコントロールできる行動で、この万能感を得られるんで依存しやすいと言われてます。だからちょっとゴミ出し行った後ってちょっと気持ちいいのはそれが理由です。断捨離依存症っていうなんかチェックリストがあってね、ちょっと皆さんやってみてください。これ物を捨てることが快感、捨てられるものがないか探す、何も考えずゴミ箱を入れる、必要なものまで捨ててしまう、贈り物を迷惑だと思う、家族にも捨てるよう強要してしまう、家族が物を増やすのが耐えられない、家族の物まで勝手に捨てる、人の家の物の量が気になる、物が少ない方が善、人生がうまくいかないのは物捨て足りてないからだと思う、物を捨てなければという強迫観念があるとね。ここに3つ以上当てはまってたら注意です。だいぶ少ないですよ。大丈夫ですか。対策図はもう捨てない以外なんもないですけどね。いつか使うだろうは二度と使わない、なんかね、いい言葉があってね、1年間使わなかったものってその次の1年も使わないみたいなのがあってね、確かにそれは言えるなと思いましたね。ただまあ別にこれやってて幸せだったら全然いいと思いますけどね。またですね、ミニマリストの中でも単に物を減らす以外の形っていうのもあって、まず一つがアドレスホッパーと言いまして、これは定住する家を持たずに移動しながら生活する人々でして、会社で出社する必要はなくてパソコンさえあれば完結する仕事をする人がほとんどです。家具どころか家もないんで言っちゃえばミニマリストの完全上位互換ですね。もう1週間くらいならやってもいいかなと思うんですけど、いや俺だベッドで眠らせてくれ。次に完全栄養食生活してた。1日1食の食事3分の1を栄養面で全て補うことができるということで、食事のミニマリストですね。種類としてはプロテインみたいなドリンクタイプとカロリーメイトみたいなお菓子タイプがあるんですけど、最近だとこの完全栄養食を6年続けてるというとんでもない方もいて、食事は1日2回ドリンクを飲む、各20秒飲む、そんな方曰く食事は無駄、効率が悪い、うんこ買ってるようなものだそうです。極論やな。完全栄養食も最後はうんこになるんですけどね。ただこの人の家族は普通の食事をしてるそうですね。だから別に他人の押し付けてるわけじゃないんで、もううまいものを食うために頑張ってる僕からするとちょっと考えられないですけどね。最後にライフスタイルのミニマリズム、田舎への移住ですね。近年 SNS の普及で簡単に他の人とつながることができる環境に疲れたって人が多くて、コロナの影響によってリモートワークを取り入れる企業が増えたことによって田舎に移住する人って増えたんですよね。今はちょっと落ち着いたんじゃないかなと思うんですけど、この田舎ライフに関しては過去がっつり取り上げてるんでね、概要欄貼っておきます。村八分ね。とはこんな感じでミニマリストの方いろんなこといるわけで、僕もねお金をずっと取り返そうとしてる点ではミニマリストかもしれないですね。ただやっぱ極端にこれやってて全然幸せそうじゃないってたら病気の可能性があるんで気をつけてくださいということでした。というわけで今日は以上、最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。